日本関東地方神奈川県横浜市中区中区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。神奈川県庁及び横浜市役所の所在地である。管内地区は横浜港開港以来の横浜の中心市街地であると同時に現在でも県及び市の行政の中心的地域であり、西区に所在する横浜駅周辺の繁華街とともに、 横浜市における都心である横浜都心に指定されている。他にも日本最大の中華街である横浜中華街や山下公園といった観光地、伊勢崎町や元町、野毛などの古くからの繁華街などが位置している。西区とともに横浜市の中心的な行政区である。北部の平地には港側からビジネス街、繁華街、そして住宅街が主体になっている。 中南部は内陸側が高台で山手町を中心としたいわゆる山手と呼ばれる地区は昔からの住宅地である。海岸側はすべて埋め立てられて自然海岸はなく、北は新港、山下公園などの観光地で、南は不島、西遊所などの重化学工業地帯で横浜港の中心となっている。川は北部を 大岡川と分流である中村川が横断している。交通は区内の中央を JR 根岸線が縦断し、国道や首都高速は北部を縦横断して中南部は海岸沿いを通っている。明治以前は武蔵区に倉木郡の一部であった。1859年横浜港が開港する。館内地区を居留地として外国人で栄え、横浜市の使命のもととなった地域である。 戦前は、絹の貿易で栄え、バルモン商会や、シーベル・グレンワルト商会など、多くの外国商社が軒を連ねていた。本町通りの一本南側にある、シルク通りは、その名残である。インド人商人なども多かったが、現在は、大半が、他都市に移動するか帰国している。また、英国総領事館やフランス領事館も中区に置かれていた。航空機が、 移動手段の主流になる以前は、価客船などで海外に出る移民の多くがこの地を訪れており、移民乗船の斡旋と宿泊業を行う外交旅館が多かった。また、山手にはかつてイギリス軍やフランス軍が駐屯していた。フランス山などの地名はその名残である。フランス産は、フランス軍撤退後フランス領事館が置かれるなど、 幕末以降1971年横浜市が購入するまで一貫してフランス政府が所有した。第二次世界大戦後は区内の大半がアメリカ軍に接収され復興に大きな支障をきたした。1970年代から1980年代にかけて主な接収は解除となったが現在もネギシ森林公園に隣接する区南西部には南区、 磯国にまたがるネギシ住宅地区が存在する。また、横浜カントリーアスレティッククラブなどの外国人向けのスポーツクラブやインターナショナルスクールがある。中区では一部の全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。横浜を代表する有名な地域が多い。なお地域名と正式な町名が異なるところもあるので注意。 神奈川県庁や横浜市長、横浜地方裁判所、神奈川県警察本部など、神奈川県内の行政機関が集中している、中心的なくである。金融機関や企業の本店、支店も多い。近年は都心回帰や港未来線外通の影響により、マンションが増えたため、人口は増加傾向にある。横浜市で人口の4.0%、 面積の4.7%を占める。中区の中核駅である、桜木町駅、神奈駅、石川町駅、元町、中華街駅周辺地区は、横浜市における都心の一つである、横浜都心に指定されている。学校法人立、準学校法人立横浜市、開校記念会館横浜開校資料館神奈川、近代文学館場の博物館。 日本優先歴史博物観光の見える、岡公園横浜海岸協会山手資料館、外国人墓地赤レンガ倉庫横浜スタジアム、三景園神道仏教キリスト教その他以下は、横浜港未来21における中央地区及び新港地区の施設である。一般路線バスは、前乗りや通り、運賃先払いで、一部の路線を除き均一運賃となる。ありがとうございます。